カーシージの戦いは、南北戦争の開戦から3ヶ月目、1861年7月5日に、ミズーリ州ジャスパー軍カーシージで起きた戦闘である。経験を積んだ北軍フランツ・シーゲル大佐が、兵士1100名を率いて、ミズーリ州を北軍に止めさせるために動いていた。ミズーリ州知事クレーボーンカイ・ジャクソン自身が率いた、ミズーリ州軍は4000名を米北戦争の、 英雄スターリング・プライスに統率させ、他にも戦闘に参加しなかった非武装の2000名がいた。この戦闘は、ジョーシェルビー隊員が率いた独立系レンジャー部隊が戦場で導入した新しい戦術が大きく効いて、戦略的にミズーリ州軍の勝利となった。この戦いの結果、ミズーリ州民の南部連隊への入隊を加速させることになったので、この戦争でのミズーリ ミズーリ州の政治見解は南北戦争の前に二つに割れていた。セントルイス市とその周辺軍は経済的に北部と結びついていたので外して北部への同調者だった。この地域には奴隷の数が少なくドイツからの移民が多く、その多くは奴隷制度に反対していた。ミズーリ州知事クレーボーン海ジャクソンは南部寄りであり、州の残りも大きく割れていた。 ジャクソンは公には中立に止まろうとしていたが、州の民兵隊にセントルイスの連邦軍武器庫を占領する準備を密かにさせるなど、北軍に疑われていた。1861年4月、サムター砦の戦いが起きた後、エイブラハムリンカーン大統領は、アメリカ連合国を倒すために、あらゆる州から兵士を要求した。水売り州は4個連隊を派遣するよう求められた。 ジャクソン州知事は、この要請を断った。その代わりに、おそらくは、セントルイス弾薬庫を捕獲するために、ミズりリ州軍を招集した。それが、ジャクソンの意図ならば、武器庫に新たに指名された、指揮官、アメリカ第二不評連隊のナサニエル・ライアン大位に、阻止された。ライアンは、以前に、カンザス巡州に駐屯しており、よく知られた、奴隷制度廃止運動家の考え方を持っていた。 ライアンは1861年2月にセントルイスに到着し、すぐに市の無条件連邦主義者と親しくなった。ライアンは市内の多くの連邦主義者と同様に、ジャクソン知事が市内の脱退主義者による軍隊に近い、組織と地元主眼民兵隊を動員し、武器庫を占領することを恐れた。ライアンは4月22日からリンカーン大統領の命令に従い、 連邦ミズーリー志願兵4個連隊を招集し、武器庫に保管されていた武器を与えた。リンカーンは、先の命令に加えて、武器庫に残っている武器の大半を安全な入りの一周に移すよう命令を伝えてきた。その輸送は4月24日から25日の夜に、密かに行われた。1861年5月8日から9日、州民兵隊のキャンプ地キャンプジャクソンに、 南軍の工場法が到着した時に事態が悪化した。ライアンはキャンプジャクソンで反逆が行われようとしている明確な証拠物に直面し、連邦軍正機兵と新しい水売り志願兵の部隊をキャンプジャクソンに抗軍させ、民兵を逮捕させた。続いて、州民兵隊のキャンプ地を囲み、降伏を強いた。その後無分別に民兵を捕虜として、そこから セントルイスの街を更新させ、意図しない暴動を引き起こした。キャンプジャクソン事件と呼ばれる。この行動には、水売り州民から多くの抗議を引き起こし、セントルイス市の大議員までがリンカーンにライアンの解任を請願した。しかし、ライアンの行動は、セントルイス市の無条件連邦主義者の大半によって、支持された。その中には、リンカーン内閣の優勢長官、 モンゴメリー・ブレアの兄弟であるアメリカ合衆国会議員フランシス・ピーブレア・ジュニアも含まれていた。ブレア兄弟はライアンの順庄承認を手配した。無条件連邦主義者は西部方面軍指揮官ウィリアム・ S ・ハーニー将軍が州当局に便利を図ることを心配し続け5月31日にはハーニーの解任につながった。6月10日、ライアンは セントルイスのプランターズハウスホテルで、ジャックソン知事やミズーリ州軍のスターリング・プライス、少々と直に会見し、州と連邦政府との闘争を解決する最後の試みを行った。しかしその会談は物別れとなり、どちらも互いの要求を飲めなかった。4時間後、ライアンは突然会談を中止し、ジャックソンとプライスが、 ジェファーソンシティに戻り、その後の鉄道橋を燃やすように命令した。ライアンは、州都ジェファーソンシティを占領するために、セントルイス守備隊の一部に、蒸気船でミズーリ川を遡らせた。フランツ・シーゲル大佐が、北軍の二つ目の部隊を引き、セントルイスから、ミズーリ州南西部に降って、ライアンの進軍に直面して、南に後退する、可能性のある、ミズーリ州軍を遮断しようとした。 6月12日、シーゲルは、その第一及び、第二大隊、さらに5個不評中隊、2個ライフル銃中隊、1個砲兵大隊を指導させ、スプリングフィールドに向かった。ジェファーソンシティのミズーリ州軍はブーンビルまで後退し、そこで6月17日に重要な小戦闘が起こった。ライアンはすぐに町を占領し、ミズーリ州軍を南に追った。ライアンは、 平坦の難しさもあって、退却する州軍に追いつけなかった。歴新東にいたスターリング・プライス指揮下の別の、州軍も、ブーンビルでの敗北を知った後に南に動いた。シーゲルの部隊が、スプリングフィールドに到着し、すぐに街を占領した。この部隊は退却する州軍に追いつくことを期待して、カーシー寺に向かう準備をした。ジャクソンの部隊とプライスの部隊は7月3日に、 ラマーで合流し、編成を始めた。ジャクソンの軍隊は6000名にもなり、その多くが南に向かう行軍に加わった。しかし、ラマーの部隊は大半が、領銃、散弾銃、ナイフで武装しているだけであり、全く武器を持たない者も,もいた。翌7月4日、シーゲルが1100名の部隊と共に、カーシー寺に到着した。ジャクソン知事は、 シーゲル隊がカーシージで宿営していることを知り、小さいが武装の良い北軍を攻撃する作戦を立てた。7月5日朝、ジャクソンは部隊を南に行軍させた。両軍はカーシージの北10マイルで返した。州軍は半マイル以上に広がっていたその戦列の両端で南軍の旗2本を上げた。シーゲルの部隊は戦闘体系を組んで印象的な配置となり、 周軍から800ヤード以内に接近した。シーゲルはその砲兵隊で戦闘を始め、攻撃に釘付けになっていた。ジャクソンもその砲兵隊で反撃した。ジャクソンと周兵は、シーゲルの旅団を追い始め、10マイル南に追いながら、戦い、カーシー自治の郊外にまで達した。ジャクソンは部隊を二手に分け、シーゲル隊を包囲しようとした。戦闘は日中を通して、着実に続き、 両軍はカーシージのタウンスクエアで睨み合うようになるまで続いた。その後は小競り合いを繰り返した。この時点でシーゲルは周辺の大部隊が実際には武装していない新兵で構成されており、町の外、地部隊の左翼にある森の中に移動したことが分かった。この部隊が地部隊の側面に回ることを恐れ、シーゲルは退却を命じた。 周兵が追撃したが、シーゲルは連軍をうまく仕切った。夜になり、シーゲルはカーシー寺に戻った。暗闇に隠れて、さらにサーコキシーまで交代した。リンカーンが1861年7月4日の議会に対する演説で、戦線布告する代わりに、戦争遂行権限を行使してから時間的に最初の改戦となった、このカーシー寺の戦いは、戦略的にも、 戦術的にも重要なものになった。この戦闘はアメリカ合衆国の現職州知事が軍隊を戦場で率いたことで唯一の機会であり、しかもその州が属するアメリカ合衆国に対抗するものだった。ジャクソン知事の軍隊で前衛として機能していた独立系レンジャー部隊150名はミズーリ州の農夫ジョセフ・オーシェルビーが指揮していた。 シーゲル隊からの放火の下で戦場での戦術的な操作からサーコキシーへの撤退に追いやるまでシェルビーのレンジャー部隊はシーゲルの掴んでいたカーシージでの勝利を勝ち取ったことになりミズーリ州の南部寄り部隊はその最初の勝利を祝したこの戦争を通じてあった敵対関係により鉱物資源が豊富なジャスパー軍から人がいなくなりカーシージの町が破壊されたことは 戦後ビクトリア時代の再入職という道を切り開くことになった。ありがとうございます。